ニューリバー海兵隊航空基地はアメリカ合衆国東部のノースカロライナ州ジャクソンビルに所在するアメリカ海兵隊のヘリコプター及びティルトローターを保有する基地である。1972年、この飛行場は海兵隊ヘリコプター航空の父の一人であるケースビーマカッチャン大将にちなんでマカッチャンフィールドと命名された。近傍には海兵隊のキャンプルジュンがあり、 一部の施設はキャンプガイガーと共有されている。この土地にはもとと二29区画のタバコ農場があったが1941年に64,502ドルで政府に買い上げられた。上陸作戦を支援する航空機を受け入れるための既存の飛行場を探していたキャンプルジューンの当局者はその一環としてこの地域の調査を行った。調査の結果、 第71海兵グライダー軍のバーネット・ロビンソン大佐は、この農地が海兵隊のニーズに合致すると結論付けた。1943年3月9日、最初の飛行隊である VMSB-331 が、チェリーポイント海兵隊航空基地から、キャンプルジューンの監督下に置かれていたその地域へと移駐した。6月1日、 VMSB-331 は2個部隊に分割され、VMSB-332 が創立された。しかしながら、どちらの飛行隊もすぐに防具フィールドに再配置された。1943年の半ばから1944年8月までの間、B-25 爆撃機を装備する、海兵爆撃飛行隊 VMB-433。 VMB-443 及び VMB-612 が駐屯した。1944年4月26日、ニューリバー及びピーターフィールドポイント周辺の地域がキャンプルジューン海兵隊予備飛行場に指定された。このことにより、この飛行場はキャンプルジューンから明確に区分され、独立した海兵隊施設として公式に認定されることとなった。 中東地に最初にできた格納庫であるキーングレア格納庫においては、それから数年間の間、海兵落下山隊員、グライダー隊員及び空中機動隊員たちの訓練が行われた。この格納庫は、サウスカロライナ州のパリスアイランド海兵隊教育基地から移設されたものであった。2008年3月18日、ノースカロライナ州ニューリバー海兵隊航空基地の上空を、 変態飛行する V-22CH-53ECH-46UN-1N 及び R-1 第二次世界大戦が終結するとキャンプルジューン海兵隊予備飛行場は閉鎖されチェリーポイント海兵隊航空基地の飛び地の飛行場として管理されるようになった。しかしながらこの状態は長く続かなかった。 1951年には、キャンプルジューンが管理する、ピーターフィールドポイント海兵航空施設として、飛行場が再利用されることとなった。それからわずか1年後、その飛行場の名称は、ニューリバー海兵隊航空基地へと、再び変更された。1954年7月、第26海兵航空軍が、チェリーポイント海兵隊航空基地から移住した。この部隊は、 初めて実際に運用された海兵航空軍となった。1968年、この地域はニューリバー海兵隊航空基地へと名称がもう一度大きく変更され、小規模の訓練地域から主要な運用飛行場へと変革を遂げた。2015年の独立記念日の週末、ニューリバー海兵隊航空基地のグローバルラリークロスと呼ばれる自動車レースの会場としての使用が開始された。 2016年にはレースの行われる週末が2回に増加したが2017年のシーズンには元に戻された。ニューリバー海兵隊航空基地はメガボルト -22 を保有する初めての海兵隊基地となった。この新型機は飛行機のように飛びかつヘリコプターのように離着陸できるものである。東海岸においては hmx-1 及び hmm-774 を除くすべての飛行体が CH-46 から MV-22 への更新を完了した。現時点においてオスプレイを運用している飛行体は Vmm-261、Vmm-263、Vmm-162、Vmm-365、 Vmm-264 及び Vmm-266 の6個部隊である。ありがとうございます。